はい、こんにちは。12月9日金曜日の日替わり宅部でございます。さて、週末ということでございますけど、皆様いかがお過ごしでしょうか。東京マーケットというか、為替市場も含めてでございますけども、すべからくだとは思いますけども、皆様方も残り少ない3週間、本年も残り3週間になりますけども、各種パーティー、ご宴会、そういったご予定、いっぱいお持ちの方もおられるかと思います。さて、そういった中でですね、リスク管理という観点で今回は申し上げたいんですが、やはりですね、お取引画面のところからも登録できるんですが、ぜひターゲットメール、この水準に来たら、メールを送信、打てると、もらえるというような設定をですね、ぜひ皆様方にしていただければと思うんですが、もちろん、場合によってはですね、ポジションをお持ち、何らかにドル買い、もしくはドル売り、各種いろいろなポジションをやってらっしゃる方は、ぜひ、携帯などでですね、今非常に便利ですから、レートチェックをしていただければと思うのですが、さて、それと合わせて、じゃあ一体どの水準に、とりあえずイメージとして設定しておけばいいのかというところで、今日はちょっと簡単ではございますけども、こういったご案内をさせていただこうかと思いました。まずちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。まずこちらのはドル円でございますね。まず、それぞれ、トレンド系、オシレーター系ではございません。トレンド系のチャートでございますけども、一目均衡表、左側、こちらの方では、やはり先行スパンのライン。そして右側のボリンジャーバンドのところでは、中心線と、それぞれ、冷やしのチャートでございますけども、おおむね77円台の半ば水準、こういったところがですね、トレンドの転換になり得る分水嶺と、もちろんつい先だっては77円台の前半に、ドル安円高進行するような場面ございましたけども、そのままの状態というわけではございませんでしたので、こういった、まず設定をしていただければというふうにして感じた次第でございます。そしてですね、まず今のは冷やしでございましたけども、今度は超長期的な形でのドル円のトレンド転換期、非常にリスキーなというような言い方をしますと、ちょっとですね、脅かしすぎる気があるかもしれませんけども、ちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。以前から申し上げております、長方形トレンド分析での週足ベース、2007年からの下降トレンドラインが、この四角の中に収まってますよというようなチャートが、この小さい方の緑とブルーと赤のところのやつでございますけども、それをもう少し拡大した場面が左側の大きなところでございます。1番と3番、それぞれの下降トレンド、2007年からずっと下降しているレジスタンスラインを超えるかどうかというのが、継続した私の見解の中でのドル円の大きな分水嶺だと思っておりますが、現状の中では78円台の半ばを超えるかどうか、これによってですね、数年かかって下降してきたトレンドが変換するというような一つの節目というふうにして感じております。いろいろですね、各種お取り扱いの通貨ペア、あるかと思いますけども、必ずですね、リスク管理というところでは、それぞれの節目というのをご設定していただいて、残り少ない、2011年でございますけども、FX 取引の方にお取り組みしていただければと思います。以上、12月9日金曜日の日替わりたけべでございました。